公益財団法人日本バレーボール協会 JVA の公式インスタグラムが7日に更新され、パリ五輪におけるネット上の誹謗、誹謗、中傷について、河合俊一会長が声明を発表。怒りに任せた暴力的なコメントやアスリート本人の尊厳を傷つけるようなメッセージに警鐘を鳴らした。バレーボール競技が終えたことを報告し、 SNS を通じた応援もアスリートたちの大きな力となりました。と感謝。SNS のコメントやメッセージは形に残ります。いただいたメッセージを試合の前に何度も読み返して大事な瞬間に臨むアスリート、試合後に一つ一つ丹念に目を通して明日への活力につなげるアスリートがいます。時には厳しいお言葉もあるでしょう。しかし。 愛とリスペクトのこもったメッセージであればたとえそれが批判であっても選手力向上に向けたスパイスとなり選手にとっての活力になりますそういった皆さんからのメッセージはいつでも大歓迎だと思っていますと前置きした一方で怒りに任せた暴力的なコメントやアスリート本人の尊厳を傷つけるようなメッセージ悪口を言うことで人を傷つける行為いわゆる誹謗中傷 をを見過ごすこととはできませんと言葉を強めパリ2024オリンピックの期間中にも多くの話題となっていますし残念ながらバレーボールに関するものも参見されますと実情を伝えた私も球技経験者ですと自身の体験も踏まえて生身の人間が体を動かしとっさとっさの判断と瞬発力そして互いの呼吸でプレーする球技では100発100中の成功はありません 今日の試合で最高の出来だった選手も次の試合ではミスをする。今日の試合でミスを連発した選手も次の試合では最高のプレーを繰り出して勝利に貢献する。うまくいく日、いかない日、誰にでも同じようにそういった日が巡ってくる。だからこそ、一人ではなく全員でお互いをカバーしながらチームとしての最高のパフォーマンスを追求する。そこにドラマと感動が生まれます、と説明。 ひたすら追いかけてきたオリンピックという舞台で、国の威信をかけて戦うことができる高揚感、そして胃が痛くなるような緊張感、オリンピックで戦うアスリートたちを襲うプレッシャーには計り知れないものがあります。と選手たちの立場に配慮し、どうか誇りを胸に精一杯戦っているアスリートたちに、競技を超えて、敵味方を超えて、愛のある応援をよろしくお願いいたします。と呼びかけた。 パリ五輪ではアスリートへの SNS を通じた誹謗中傷が社会問題に。今月1日には日本オリンピック委員会 JOC が声明を発表し、心ない誹謗中傷、批判等に心を痛めるとともに不安や恐怖を感じることもあります。チームジャパンを応援いただく皆様には、誹謗中傷などを拡散することなく、SNS 等での投稿に際しては、 マナーを守っていただきますよう改めてお願い申し上げます。とし、侮辱、脅迫などの行き過ぎた内容に対しては、警察への通報や法的措置も検討いたします。と強い態度を示した。バレーボールでも参見され、8強で敗退した男子の小野寺大使は試合後に自身の X、旧ツイッターで誹謗中傷の被害を受けていることを明かした。声明全文。 パリ2024オリンピックも13日目を迎え、チームジャパンの連日の活躍に盛り上がりを見せています。バレーボール競技も、バレーボールの男子と女子、ビーチバレーボール女子の3種目に出場し、それぞれの戦いを終えました。日本から、現地から、世界各国からの応援、本当にありがとうございました。会場やテレビの前での応援はもちろん、 SNS を通じた応援もアスリートたちの大きな力となりました SNS のコメントやメッセージは形に残りますいただいたメッセージを試合の前に何度も読み返して大事な瞬間に臨むアスリート試合後に一つ一つ丹念に目を通して明日への活力につなげるアスリートがいます時には厳しいお言葉もあるでしょうしかし愛とリスペクトのこもったメッセージであればたとえそれが批判であっても 選手力向上に向けたスパイスとなり選手にとっての活力になります。そういった皆さんからのメッセージはいつでも大歓迎だと思っています。一方で怒りに任せた暴力的なコメントやアスリート本人の尊厳を傷つけるようなメッセージ悪口を言うことで人を傷つける行為いわゆる誹謗中傷を見過ごすことはできません。 パリ2024オリンピックの期間中にも多くの話題となっていますし、残念ながらバレーボールに関するものも参見されます。私も球技経験者です。生身の人間が体を動かしとっさの判断と瞬発力、そして互いの呼吸でプレーする球技では、100発100中の成功はありません。今日の試合で最高の出来だった選手も次の試合ではミスをする。 今日の試合でミスを連発した選手も次の試合では最高のプレーを繰り出して勝利に貢献する。うまくいく日、いかない日、誰にでも同じようにそういった日が巡ってくる。だからこそ、一人ではなく全員でお互いをカバーしながらチームとしての最高のパフォーマンスを追求する。そこにドラマと感動が生まれます。ひたすら追いかけてきたオリンピックという舞台で、 国の威信をかけて戦うことができる高揚感、そして胃が痛くなるような緊張感、オリンピックで戦うアスリートたちを襲うプレッシャーには計り知れないものがあります。どうか、誇りを胸に精一杯戦っているアスリートたちに、競技を越えて、敵味方を越えて、愛のある応援をよろしくお願いいたします。